今日は堺筋本町 の, リストランテスペロから参りました、飯塚と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。スルメイカーさんの里芋のリピエロになります。まずスルメイカーの下処理からです。まずスルメイカーの胴体とゲソの部分を取り外して、でこのリピエノは胴体をこのまま筒状で使うんで、もうここは開かずに中をちょっと、水洗いで軟骨が、中にあるんで、ちょっとこの周りについてる皮はもうスルメイカの場合はこれから煮込むんで、このままつけていただいて大丈夫です。であとはこっちですね、ゲソの方は吸盤のところに硬い、吸盤がついてるんで、こそげ落とすようにしっかりとこう、あとくちばしがここにあるので、くちばしは硬いんで取っていただきます。はい、水洗いはこちらで大丈夫です。下の部分は残して、ゲソと一緒にソテーすると、すごいコクが増して、すごいスルメイカのすごい本来の味わいが全部閉じ込められた料理になるんで、この綿は置いておいてください。はい、で水洗いが終わった、スルメイカはここですね。ここが綿の部分なんで、ここ綿の部分だけちょっと切り離してあげます。ここですね。くちばしの部分はもう硬いんで、ここはここから切り離していただいて、でゲソの部分はリピエの中に胴体の部分に詰め込むんですけども、ちょっと適当な大きさに、刻んでおきます。はい、でゲソを刻み終わったら、今度フライパンでゲソの方を火を入れていきます。はい、でまず最初に鍋にオリーブオイル、刻んだニンニクです。ニンニクはソテーするとき色づける場合はやっぱり冷たいオリーブオイルからニンニクを炒めた方がオリーブオイルにもしっかりとニンニクの香りが移って、ニンニク本来のうまみと甘みが引き出されるんで、逆に温かい状態でニンニクを入れてしまうと、もうニンニクは先にすぐ色づいて焦げてしまうんで、ここは冷たいオリーブオイルからニンニクソテーしてください。はい、でニンニクが少し、色づいて、少しね、ニンニクの水分が少し飛び出したら、このゲソロ入れていただきます。でゲソに軽く火が入ったら、先ほどの、綿の部分ですね、綿はもう中身取り出して、皮ごと入れていただいても綿の部分が出てくるんで、この綿の量はもう好みでいいと思います。たくさん入れればすごい綿の風味がしっかりとゲソに移りますし、ちょっとそこまでたくさん入れるのがっていう方は風味付け程度でも全然問題ないと思います。
塩とかはされてるんですか？ここはもう結構綿に塩分がしっかりあるんで、そんなにまあ、イカ本来にも塩分はあるんで、そこはそんなに塩分は必要ないかとは、まあ、もしちょっと足らないなと思ったらしていただいても大丈夫ですけども、はい、でもここで、しっかりゲソに火が入って、綿もしっかりゲソに風味が移ったらもうここで、バットに移して冷やしていただいて、次リピエのです、ね、中に詰め物をする、具材を、作っていきますけれども、皮を剥いたの里芋です。こちらも火を加熱して、皮を剥いたものになります。でもう具材は全部入れてしまって大丈夫です。じゃあ、パルミジャーノチーズですね、粉チーズです。パン粉です。で、こちらが卵白です。で、あとは白ワイン。で、刻んだイタリアンパセリ。で、先ほどソテーした。ゲソとあと綿の部分、これはマッシャーでしっかりこう潰していきます。里芋っていうのはイタリアでも食べられるの？はい、里芋はイタリアではちょっと正直、まあ、じゃがいもでやるケースが多いですけど、今まあ、やっぱり旬のちょっと食材でっていうところで、今回はじゃがいもじゃなく里芋でご用意したんですけども、この里芋の潰す粗さはもうお好みでしっかりこう潰しても美味しいですし、ちょっと、まあ、形を残しても、まあ、ゴロッとした食感のリピエノになって、そこはもうお好みで潰す大きさは調整していただいたらいいと思います。はい、これで検査機のリピエのですね、中に詰める詰め物が完成しました。はい、じゃあ詰め物ができたんで、この中のイカの胴体の部分にこちらのリピエノを詰めていきます。これ今回スルメイカですけど、はい、他のイカとかでも、他のイカとかでも結構イカが旬があるんで、ケンサキイカであったりだとかヤリイカであったりだとか、結構こういう筒状になっているイカだったらどんなイカでも美味しいと思います。結構スルメイカ通年通してまあ、スーパーとか市場に出回りやすいんで、今回はまあ、スルメイカでご用意させていただきました。ちょっとイカも加熱すると身が縮むんで、あまりちょっとパンパンに入れすぎると中からこの詰め物が出てきてしまうんで、まあ、大体、まあ、8分目ぐらいまで、中にしっかり詰め物が入ったら、ここの口の部分は爪楊枝で、もうこのように口を爪楊枝で閉じていただいたら、はい、下準備の完成です。完全に閉じなくても、はい、まあ、焼くとギュッとこう伸縮していって自然と閉じていくんで、もうこれぐらい、まあ、止めるっていう、まあ、感じでいいと思います。
とはもうオリーブオイルで表面にしっかり焼き色をつけていきます。焼き色をつけるときは極力あまり動かさずにじっとしておいた方が結構フライパンの温度も下がらずに結構しっかり香ばしくこんがり焼き色をつけることができます。はい、で水面下にしっかり焼き色がついたらこんなバットか何かに移していただいて、で白ワインを回しかけていただいて、でこのまま180度のオーブンで約15分ほど、加熱してあげます。はい、はい、そうですね、フライパンだけだとどうしても表面だけのちょっとこう火の入り方になってしまうんですけども、グッドオーブンの中で、全体を加熱することによってスルメイカとの中の、リピーのですね、詰め物がすごい一体化して、食べた時にすごい一体感が出てやっぱり美味しくなるんで、ここではそうですね、この全体のこう味をしっかりなじませるっていう意味合いでやっぱりオーブンの方が全体的に均一に火が入って美味しく仕上がると思います。じゃあ今オーブンでスルメイカを加熱している間にちょっと簡単な付け合わせというか、スルメイカのリピエロを盛り付けた時に、色合いであったりだとか少しこう横に付け合わせが欲しいなっていう場合は、何でも基本的に合うとは思うんですけど、今回はナバナですね、ナバナ。イタリアではチーマディラーパっていうんですけども、ちょっとこの、季節の、お野菜を用意して、でもこれはもう簡単に、沸いた、お湯に少し塩、下味をつけるために塩を入れて、やっぱ軸の部分が少し火が入るのに時間がかかるんで、先にちょっと軸の部分から少し軸の部分に火が入りだしたら、今度は葉っぱの部分はそんなに加熱しなくても、火が通るんで、ちょっと時間差で茹でてあげたらいいかなと思います。で、軸の厚みであったりだとか、ものにもよってくると思うんですけど、本当に1分とか1分半ぐらい茹でていただいたら、もう火は通って、色合いもしっかり鮮やかな緑が残って、もうそれだけでも十分美味しく、付け合わせになると思います。で、この場合茹でるだけでも十分美味しいんですけども、その場合、氷水に落としたりすると、色合いも鮮やかに、残るとは思うんですけども、今回もそのままこのフライパンでソテーしてしまうんで、これを適当な大きさにあえてザクッと切っていただいて、で先ほどのケイサキイカを炒めたフライパンで結構なんで、ちょっと軽く余分な油だけ拭き取ってあげて、油自体にケイサキイカのうまみも少し移ってるんで、この油でソテーしてあげるとちょっと野菜にもイカの香りが移って美味しいかと思います。あまりここで火を入れすぎるとちょっと野菜の綺麗な色合いが飛んでしまうんで、もう本当表面だけさっとソテーして、で何かバットか小さい容器にもう揚げておくといいと思います。はい、じゃあ焼き上がったスルメイカですね、
取り出して切り分けていきます。これ時間置かなくても大丈夫ですか？もうこのまま、はい、すぐ切っていただいても大丈夫です。先ほどの付け合わせです。はい、ではこちらで、スルメイカとの里芋のリピエロになります。では、はい、いただきます。はい、すごい里芋が、はい、なんていうんですかね、の粘り気が、はい、あって、それがあと中のゲソも食感が残ってて、すごい美味しいですね。まあ、里芋のねっとり感っていうのはちょっとじゃがいもにはない部分だと思うんで、うん、里芋でもすごい美味しくできるんじゃないかなと。他の芋で試されたこととかはありますか？ちょっと甘みが出てしまうとちょっとやっぱ合わなくなってくるんで、正直あとまあお米とかでやっても美味しいです。あ、なるほど。なんかイカ飯、イカ飯みたいな感じです、ね。はい、すごい粒状のパスタとかもあるので、なんかそういうパスタを詰めてやったりとかします。うん、あれですね、今の時期とかだと里芋が本当美味しいですし、はい、年中通してとかあったらじゃがいもでももちろん美味しいと思いますし、いや、なんかお酒のおつまみみたいで、わたあも入ってるんで、そのコクがありますんで、はい、あ、そうです、ね、はい、お酒にも入ります。はい、すいません、じゃあ今日はありがとうございました。はいはい、どうもありがとうございました。